池袋線と中央環状線との分岐付近熊野町ジャンクションは東京都板橋区及び豊島区にある首都高速道路5号池袋線と中央環状線を結ぶジャンクションである。周辺の地名は板橋区熊野町中丸町豊島区池袋本町池袋である。高架下は山手通りが地下国道254号が地上を通る立体交差となっている。 中央環状新宿線開通以前は5号、池袋線の高松出入り口の一部として利用されていたランプウェイが中央環状新宿線が開通した際にそのままジャンクションとなった。そのため中央環状線西新宿 JCT 方面と5号、池袋線竹橋ジャンクション方面は相互に連絡できない。首都高速道路中央環状新宿線方面と 中央環状王子線方面を行き来する際は、熊野町 JCT 板橋ジャンクション間で午後、池袋線の本線を平面交差する必要がある。逆も、また同様で、午後池袋線の池袋、竹橋方面と高島平、戸田方面を行き来する際は、同 JCT 間で中央環状線の本線を平面交差する必要がある。 JCT 間の短い区間での分岐、合流による渋滞が発生していたことから、この渋滞緩和を図るため、中央環状線機能強化事業の一環として、板橋ジャンクション熊野町 JCT 間を従来の3車線から4車線化に拡幅する工事が行われ、2018年3月18日に完成した。中央環状線は東ジャンクションから、 OEJGT まで山手トンネルが存在するため、本ジャンクションから先は危険物搭載車両の通行が禁止、もしくは制限されている。王子方面から来た当該車両は、当ジャンクションから午後池袋線に入ることになる。ありがとうございます。